れ足パンパンだよ。足ね、あれ私肩より足がね大変だったんだよ。12時間もさ立ちっぱの仕事してたのに。そっか。はいどうも、今日は2019年9月の28日18時28分です。よろしく。うん、あーなんかすげえおしゃれだね。何が？画面の中が画面の中おしゃれ、めちゃめちゃおしゃれになってるね。おしゃんになった。なんかここに作品載せておけば購入したい人とかにすぐ紹介できるかなと思って。あすごく素晴らしい。なんかギャラリーにしようかなと思って、ここの部分を。ねピーちゃんピーちゃん。うん。そしたらそこに何を置くの？ここにカラーボックス置こうかな。あ岩田つ。はい、ワードツー。あそこも捨てる。使えなくなっちゃった。ん？使えなくなっちゃった。壊れたの？壊れた。もうだいぶ経ってるもんね。そう。つくにはつくんだけど、ソフトが起動しなくて。古いんだ。古いんだわ。なん古いからだと思う。ガーリックステーキ最高だったね。めちゃめちゃうまくできたわ。めちゃめちゃうまくできた。今回は100点だね、ガーリックステーキ。うまかった。めちゃめちゃうまかった。宗教？宗教やでも、あれ詐欺だからね、宗教ってね。宗教はやりたくないかな。また会いたい。怖さ半分だけど、護送には行きたいかな。7層はちょっと怖いかな。護送に行きたいね。護送に行きっぱなしになりたい俺は。7層は怖いね。でもまあ生放送って宗教みたいなもんだからね。宗教は詐欺でしょ。そういうことじゃないんだよね、俺が言ってることは。死にかけるっていうのを、死にかけるっていうか、まあもう一回いたら多分死ぬと思うよ。下手したら死んじゃうからね。だから5層ぐらいがちょうどいいな。もう確認はできるから。花火が上がらなかったから。朝原翔子じゃないね。できること、悩みがなくなることと苦しみがなくなるかな。悩みと苦しみが一切なくなるって感じだね。黄色と赤と白と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 
自分だけ自分だけもちろんっていうか、その自我がなくなるっていう感じかな、うん、好きなドリンクなんだろうな、なんだろう、なんだろう、需要がないんだったら見なきゃいいじゃん。あなたが嫌いなだけでしょ。9号さんが見たくないものをなんで俺が合わせないといけないんだよ。俺はやりたいことやってるだけだもん。いや、だから経験とかを宗教家としてじゃなくて普通に広めるよ、広めるよ、何でも答えてくよ。だけど別に宗教っていう形にしなくてもいいじゃん。それはシェア していけばいいんじゃない。こういう世界があるよっていうの、みんなの中にこういう現象が眠ってるよっていう、みんなの心の中にはこういうことが起こってるんだよっていう。いや全然、全然関心がないね。なんか善とか悪とか結局自分が決めつけてるだけだから。でも相談乗るよ、言っといて、いつでも電話してきていいよって聖書はユダヤ人が変、あのユダヤ人の旧約聖書はね、うん、だけどそのユダヤが発生する前からあるから、その物語を編纂したっていう感じじゃないかな。トーラーとか、何を言ってるのか分かんないな、6号は。ちょっと待って、今これ吸うから待ってて。だってその人が救われないじゃん、4号さん。その人は救われないじゃん。宗教入ってる人って救われないんだ。俺はそういうことはしたくないな。入信する人はいていいと思うけど、俺は別にそんなこと望んでないわ。キリスト教はパウロ教だよね。だから、アメン。ツナちゃんいらっしゃい。救い求めてる人はどうすればいいんですか。いや、会いに来ればいいじゃん。会いに来たり、ここで相談したり、電話かけてきたり、全然いいよ。20号うぜえわ。
知らねえよそんな。神という存在に初めて気づいたのは誰ですか？バルノンだろうね。いや古代の人たちとか普通に持ってた感覚だと思うよ。昔は全然あったと思うよ。古代から持ってた感覚だと思う。多分ね、言葉を覚え始めたりとかしたあたりからおかしくなったんだと思う。でも、しまった方がいいよ。そうか？ああ、大丈夫、大丈夫。大丈夫？降ってる？いや、降ってはないけど、なんか降りそう。牧師にはならないね。俺はクリスチャンじゃないから、無宗教だから。え、すげえ、なんか髪の毛みたいな音がしたから。嘘、台風来てんのかな。YouTube で相談者モードです。あ、どうも。 BGM いいよね。この BGM すごくいい。めちゃめちゃいいね。人類全員が幸せになるっていうことは不可能だろうね。無理だね。どんだけテクノロジーが発展しても戦争がなくなっても難しいね。ただ個人個人が幸せになってくるってことは可能だと思う。全員っていうのは無理だな。ありがとう。知らない。一緒に聞いてみたら。知らん。どうしてんだろうね。神様の定義を具体的に教えてください。全ての生命の根源、全ての生命だけじゃなくて全ての根源だね。それを神と定義します。話した通りですね。全ての根源ですね。愛は夏。貧乏神なんかいないからね。みんな
なんか変なカルトかなんかにハマってんのよ。私は知らないですね、その神様。アイデンティティではないですね。存在理由はレゾンデートルじゃないのかな。違いますね。すべての根源ですね。そのまんまですね。神様は神を信じますか。神そのものってこと。神そのものは思考とかそういうことではないね。死んだらまず自分の人生起こったことを全部無限にループしていって、でそこから神の国って呼ばれてるすごい綺麗な世界に行って、でそこで無限の時間を安らいで楽しんで、でそのまま天使がお迎えに来て、で神と一体となるっていう感じかな。初見さんいらっしゃい。ないですね。エネルギー体そのものですね。宇宙は無から生まれてないですね。人間がその存在を知らないだけですね。ありえないですね。宇宙は無から生まれてないです。別の宇宙から生まれたっていう方が認識がしやすいのかもしれない。前の宇宙というか別の宇宙から生まれたと思ってください。はじめまして。実在をしたかどうかっていう話で言うなら、みんなが思ってるような実在ではない。何も嫌わないですね。好きとか嫌いとかはないんですよ。そういうものではないんで、好きとか嫌いとかは人間の話ですね。宇宙の果てがどうなってるのかっていうのも、みんなはこの宇宙しかないと思ってるじゃん。違くて無限に宇宙がある。宇宙だけでもいくつもいくつもある。で宇宙の果てを人間は知ることはできない。というよりも宇宙の果てっていうこと自体がアホで、宇宙って世界でしょ。要は認知してる部分でしょ。人によって違うの。だから知能の果てだと思った方がいい。知の壁なんだよ。いや宇宙を知れるっていうことっていうのは観測の幅でしょ。人によって違う。日本神道の神は日本神道の方に聞いてください。私は無宗教ですね。その数ある宇宙を具体的に教えてくださいっていうのはどういうことですか。宇宙がいくつもあるっていうことです。もともと神だったわけじゃないね。9月の3週間ぐらい前ですよ、でもある意味正しくて、みんなも神様だし俺も神だね。額はねピアス。いや、それらも含めて29号さん、それらも含めて全ての根源っていう定義です。ホーキング博士は正しいと思いますね。これはね、無印。ノイローゼだと言われてたけど、それを僕に言ってどうしたいの。中澤慎一のことを宮台真司がノイローゼだと言ってることをなぜ僕に報告するんですか。それは宮台真司さんがそう思ってることでしょう。パラレルワールドはありますよ。無印いいね。
何教の神様も信じてないですね。私があった神様を私は信仰してますね。私があった存在、出会った存在を信じてるかな。紐理論じゃなくて、それ幕宇宙論じゃないの。はい、わざつ神は死なないですね。神は失敗をしないですね。響くか響かないかじゃなくて事実を語ってるんで、これはドクロですね。ドクロです。日本神話的な神の話は全然違う神ですね。あれは六層の精霊に近いね、日本の神話の神は。俺は死はいつか迎えに行きますよ。私が神と定義してるのは一つしかないですね。これはね、お香立て、お香、お香立てですね。お香スタンドですね。煙出てる照明から。まあ、エンドレスだね。あの世で会おう。いや、エンドレスじゃなくて答えが出たって言ってんじゃん。なんでわかんないな、青字。エンドレスじゃないよ、全然。俺は答え出したよ。ずっと言ってんじゃん。これいいよね、このデザイン。耳塞いでんの、目塞いでんのと口塞いでんのがピラミッドになってる。これかっこいいよね。これを矛盾と捉えるのはあなたの知能の問題なんだよ。あなたのね、あなたの知能からはみ出したことを矛盾と言うんだよ。私にとっては全く矛盾してない。東京以外だったら、いや、住みたい場所とかもうなくなった。だってどこにいても一緒だもん。どこにいても僕はシャングリラですから。魂はありますね。ただいずれ捨てないといけないですね。人生は無限にだからやり直すよって言ってるじゃん。人生は普通にやり直すよ。それを輪廻と言ったんだよね。バラオン教では輪廻とか六道輪廻とか言ったんだけど、そこから抜け出すことなんだよ。詳しく、何を具体的に詳しく聞かないと具体的に教えられないよ。詳しく詳しくって、あなたが何を知りたいのか私は知らないもん。私は全部知ってますから。
もし詳しく知りたいならどの部分を詳しく知りたいのか的確な質問をしないと。魂を捨てる、自我を捨てないと神には会えない。愛は立つ。本当ですね。60年、70年、80年生きるかなんてわからないじゃん。仏は仏教はいいと思うよ。原始仏典、要はゴータマブッダの言ってることは正しいと俺は思ってる。神だと思ってるとかじゃなくて、神が神なのかどうなのか。最近思ったけど、神がいると言い切るのはある種暴力なんだよ。なぜ？いいね、青じ。なぜそう思うの？面白いね。神がいると言い切るのはある種暴力。なぜ？愛は立つ。それは暴力じゃないよ。青じいが知らないだけだって暴力じゃないよ、うん、もうだって俺は信じなくても信じてもいいって言ってるもん。私はあったし、私はいることを確信しているって言ってるだけだから、信じたくない人は信じない、それでいいんじゃないの。わからないのは青じいの問題でしょ。だからわからないことが怖いんだよ青じいは。でも別に証明させることなんかいくらでもできるよ。神を冒涜すると悪いことは別に起こらない、ね、ただまあいつか自分で気づいた時に恥ずかしいっていう感じじゃないの。こっぱずかしいっていうか、うわいたよみたいな。本当だったんだってなるだけじゃん。人によるんじゃないの。それは人によると思うけど、なんか俺は恥ずかしかったね。俺はちょっと後悔した。本当にいたんだ、いないって思ってたから。仏典が全てではないですね。いや違う、人間じゃない、確実に違う。七層にいますね。違うよ、だから青字。科学っていうのは人間の知能で答え合わせが終わって信じている宗教なんだよ。だからなんていうのかな、答え合わせが終わってるものに過ぎないんだよ。で、知らないことをね、知らないことは膨大になるのよ。だけど科学のね、信者っていうのはね、科学が全てだと思ってる。科学がだから力を失ったんだよ人は。
神様を信じたらいいこと、まあさっき言ったけど、信じても意味がない。全く意味がない。信じなくても全く意味がない。両方とも全く意味がない。キリスト仏教の神様、まず仏教が言ってるダルマとキリスト教のヤーハウェが私は同一の存在だっていうことを思ったね。キリスト教のヤーハウェ、仏教で言うとこのダルマね、それが同一の存在であるっていう。とかではないかな、テレパシーだね。それが違うんだって。地球環境なんて地球は勝手に滅ぶだけなんだって。青字、地球っていう、地球よりも偉いと思ってるから心配になるんだって。地球は人間よりも偉いですよ。人間が滅んでも地球が滅びないですよ。うん、言語はない。五層、六層から言語を超えた領域だから言語はない。その世界に獅子神に似てる。あれはすごい。もののけ姫はすごかった。獅子神のデーダラボッチのシーン、あれそのもの。僕はクンダリニヨーガっていう技法を使ったね。伊勢神宮行ったことないね。行きたいね。ちょっとごめん、これもしかすると動かすからずれるかも。クンダリニヨーガが多分一番最先端で一番技術的に高いだろうね。宮崎駿は確実にあっち系っていうか、宮崎駿すげえよ。宮崎駿半端ないね。ろうそくもうすぐ終わるね。クンダリーニヨーガで検索してください。宮崎駿は確実に会ったことあるね。ああ、もう確実に会ったことありますね。間違いなく確実にですね。全ての根源ですね。全ての皆さんが想像する全ての根源です。まだ人類が知らないものを含めたものです。もののけ姫見た方がいいと思うよ。 LSD では無理だと思うかな。人によると思うけど LSD では難しいだろうね。
一時神になったとは思ってるよ。その一瞬ね、こっち側の言う神に会った瞬間、私は神になったと思ってるね。違うね、僕なんてものはいない、あなたなんてものはいない、自我っていうのはないの。そもそもそれを思い込んでる。そもそもそんなものない。見なきゃいいんじゃない？ジョン・タイターじゃないね。喜怒哀楽があれば人間だと思うよ。自我があるから人間なんじゃない。自我があるから人間なんだよ。を感じられる。ああ、マトリックスすげえなと思ったね。マトリックスすごいね。はい、こんばんは。信じるか信じないかじゃなくて、あったっつってんじゃん。あったことあるっつって。何回言ってもわかんない。俺楽しんでるよ。1500円欲しいね。1500円欲しいね。これの方が便利だな、掃除機よりも。いつもとずれてないでしょ。同じ場所でしょ。埋め込んでるんだから一緒だよ。
天国と地獄あるよ。あるよ。フラットバーでやるよ。花火飛んだらやる。俺もいないと思ってた。花火欲しいね。この下はどう？花火欲しい。え、だって、詐欺も何も普段アイテム投げてねえやつがさ、どこが詐欺なんだよな。そう、最初からアイテム投げてねえから、うん、最初からアイテム投げてないんだから誰も騙されてないでしょ。アイテム投げてる人別に今もアイテム投げてるもん。で誰も騙されてないよ。洗脳されそうです。それは誰かにすがろうとしてるからだね。誰も助けてくれないよ。自分のこと助けてくれるのは自分だよ。そうだ、うん、誰かが助けてくれると思って信じてるから騙されるんですよ。そうそう、信じるのは自分だよ。まず OKOK。 シルバー白星作ってるよ。宇宙の真理について語ってください。宇宙の真理について、あなたが知りたい真理は何ですか？晩ご飯食べたよ。チキンステーキ、ガーリックチキンステーキ食べたね。ガーリックチキンステーキ。アイテムもらいすぎ？だってファンがアイテムくれるんだもん。しょうがないじゃんね。ありがたく頂戴してる。ファンがアイテムくれるんだもん。いいじゃん。ありがたくお布施は頂戴するよ。
子さん好きだったな。死んじゃったよね。アカシックレコードの次？いや、質問があったら全然読むよ。全然読むよ。質問があったら全然読むよ。消費税率は安倍ちゃんに言わないと。安倍ちゃんに月いくらぐらいかな。30万ぐらい稼ぎたいね。30万ぐらい。いくらぐらいだろうな。10万ぐらいかな今月。うん、今月10万ぐらいだね。22万いいじゃん。仕事があるのはいいことだよ。おすすめの漫画はウルトラヘブン。すげえ面白いね。ウルトラヘブン面白いね。ランキング圏外だよ。ずっと半年ぐらい。
配信そう。で、そっちのカラーボックスは一つ減らすことができるよって話を。うん。部屋占領されたって何よ。一緒にやるって言って2人で考えた。できるわけないでしょ。みんなやってるけど。みんなやってるけど誰だって。え、パルパル、金梅さん、うなちゃんマン、いっぱいいるけど。エルマルちゃんか。ただいま。だったポテトサラダ食え。何がうざいの？全然わかんないけど。
おでこはね、ピアス入れた。瞑想はいいですよ。瞑想はいいですよ。自信はどこから？なん、自信はどこから？どこから？なんだろう。運がいいんだよね生まれた時から運がいいんだよね。あ、全然いいよ。猫間がここでやりたいんだと俺そっちでやっても全然いいよ、うん、全然全然どこでも大丈夫だよ俺は。どこでも配信はネットがつながってたらどこでもできるから。猫まちゃんに花火買ってるようだって。マジで、やった、ありがとう。ピアスはね、皮下脂肪のところに埋め込んでる。ピアスは皮下脂肪。こうすればあれじゃん、こっちでほら、みんな背もたれ。生まれ変わりは人によると言っていましたが、早く生まれ変わりたいと思えばそうなるのですが、また早い人と遅い人にどれくらいの差があるんですか。まず向こうには時間がないから、生まれたいと思ったら生まれる、生まれたくないと思ったら生まれないってだけ。まあ、正直言って背もたれがあった方が楽だった。初コメありがとう。坊さんじゃないよ俺坊さんじゃないもん。俺はブディストではないですよ。ピアスはね、痛くはないかな。引っかかったらあの血が出ちゃうって感じ。あ、ありがとう三号さん、ありがとう。ありがとう、完成ありがとうね。匿名さんアイテムありがとう。いや、どっちでもみんな完成。サンキュー、ありがとう。完成ありがとう。ありがとうね、アイテムありがとう。ありがとう。自演も何も手ここにあるもん。自演してないよ。自演もクソもないでしょ。専属よ、うん、お墓はすぐにやめた方がいいね。なるじゃん、普通に考え。お墓はすぐにやめた方がいい。あれは利権だから。死んだ後までお金取るのはおかしいよ。
商売だよ。あれは商売だよ。水割り飲もうかな。これいいでしょ。これいいでしょ。昔から見てくれてんだ、ありがとう。はい、ワード2。安いとこでやってるの？ヤードムっていうやつ。ヤードム毎日配信やってシルバー削って写真撮ってるね。アートしてる。アート、アートやってる。絡まない。俺はお墓いらない。まだ完成してない。もうすぐ完成するよ。ゴローズすごいね。ゴローズいいね。なんかデザインはあんま好きじゃないけど、スタイルがかっこいいね。ゴローズはね、ゴローズ好きだね。ワドさんの配信復活嬉しい。ありがとうね。応援してね。ありがとう。太ったかな。最近よく言われるね、太った。クロムハーツあんま好きじゃないね。クロムハーツあんま好きじゃない。34だからね。あ、ごめん。いいよ。猫間と付き合いたい、猫間と付き合いたいって言われたんだ。リスナーさんですね。物好きすぎるじゃろ。え、物好きすぎるじゃろ。僕と付き合いたいなんて。お疲れ様。付き合いたいってどういう意味なの？付き合いたい、彼氏になりたいと思います。友達付き合いっていうニュアンスじゃないですね。
器用貧乏かな、そうかな。丹田の位置っていうのは、丹田は第二チャクラなのよ。丹田は第一チャクラはムーラダーラだから尾低骨なのよ。尾低骨大丈夫だよ、アイテムはファンがくれるから大丈夫だよ、心配しなくていいよ、ファンのみんながアイテムくれるから。第三チャクラが横隔膜の位置だ。いい感じだよ、すげえかっこいいよ。これ俺の作品、発売してる作品、俺の展示してるの、これは俺の作品、買いたい人がいたら、ここギャラリーにしたから、ここに作品飾ってあるから、欲しい人がいたら。8枚売れてるよ、僕の写真。これ3万円。あ、違う、これ5万円だ。これ5万、これは5万円ですね。着払いですね。幽霊はいないでしょ、どう考えても。そんなに安くなんない。なんだ、5万ですね。5万で高かったら買わなきゃいいじゃん。買いたい人がいっぱいいるんだから、だから売れてるんだから。買いたい人がいっぱいいるんだから。買いたい人は連絡ちょうだい。今8枚ぐらい売れてるね。今写真は8枚ぐらい売れてる、作品が。
19時41分。50万のやつはね、これの倍の大きさ。ありがとう。写真もう一個あったっけ？どっかにあった？あ、ここにいてる。うん。ありがとう。これもね、生で見るといいよ。これも飾ろうか。飾る？完全に開いてるでしょ。これって何？よいしょ。次の作品は風景の写真だね。風景写真を撮るね。
エルマルちゃんと善一さん交際するんだ。すごいね。KP ありがとう。KP ナイス。ありがとう。ありがとう。花火ありがとう。ナイス。ファンの人ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。アンツ聞いてる？何、ファンからお金もらっちゃいけないの？3年間これで生活してるけどダメなの？ダメ？ありがとうね。サンキュー。自演じゃないよ。で、ここにあるじゃん。お答えてたじゃん。自演なんてやらないよ。自演なんてやったこと一回もないよ、俺。ないないない。ないないない。じゃあ手こうやってやってようか。じゃあ手こうやってやってようか。これで花火上がったらどうすんの。俺がこうやってやってる間に花火上がったらどうすんだよ。自演なんて恥ずかしくて一回もやったことないよ。こうやってやってる時に花火上がったらどうすんだよ。聞いてる？どうすんだよ。いや、俺がファンから花火もらうのがそんなに嫌の？そんなに嫌の？俺がファンから花火もらうのはそんなに嫌の？なんかよくわかんないわ。ありがとう。花火ありがとう。ナイス。じゃあこの花火は自演なの？この花火は自演なの？アンチ無理があるでしょ。手挙げてたんだから無理があるでしょ。めちゃめちゃでしょ本当に。ありがとね。ありがとね。ありがとう。とにかく嫌なのね。とにかく俺が囲われるのが嫌なのね。俺がいい思いするのが嫌なんだ。
来月日上がんないよ。全然調子いいよ。応援してくれる人いっぱいいるもん。全然大丈夫です。7年やってるんで。7年やってると応援してくれる人がたくさんいるのよ。俺がいい思いするのが嫌なんだよね。わかるよ。嫉妬心の塊じゃないですか。嫉妬心の。昨日見損ねたあれも見れるわけ。朝ドラも。年末のボーナスに投げてくれるの。めちゃめちゃ嬉しいわ。待ってるね。ありがとう。爆投げ期待してるよ。爆投げ。ありがとうね。金掴むけどね。貧乏アーティスト嫌だから。写真も売ってくし、シルバーも売ってくよ。写真も売ってくし、シルバーも売ってく。嫉妬で狂いそう。10万入れてくる。待ってるよ。89号さん、ありがとね。今から10万だって。花火100発だって。花火100発飛ぶよ今から。いいよ、ありがとう。猫マー、
これってオイルなくなるまで吸っていいの？いいよ。で、何？空になっても吸っていいの？これどこまで吸っていいの？え、これ勝手に切れても吸っていいの？あとちょっとなんだけど、これ吸い切っていいの？え、すごい吸ったね。うん、あ、吸い切っていいけど、うん、うん、もう吸、うん、吸い切っていいの？吸い切っていいけど、あの、うん、まあいいけど、もうあと 1,2 回ぐらい、2,3 回ぐらいしか吸えないじゃないの。あ、そう、その量だった。苦くなったらコイルを変えるの。これめちゃめちゃいいよこれ、コイルが焦げると苦くなるんだ。目指してない。いや、俺どこでも配信できる人だもん。全然どこでも問題ない。7年やってるから。はい、若津。全然イライラしないよ。全然イライラしない。全然平気だよ。月末に払ってるね、うん、月末に払ってる。
ストレス溜まってんだよ、みんな。みんなストレス溜まってんだよ。みんな辛いんだよね。嫉妬だと思ってるんだよ。俺の才能に嫉妬してるんだと俺は思ってるんだよ。みんなは一生懸命なんかやって、やりたくないことやって、あじゃこじゃあじゃこじゃやってるけど、こうやって何もしてないのにファンからお金もらって、彼女ができて、美味しいご飯食べて羨ましいんだと思う。多分そういう感じじゃないかな。わかるよ。辛いよね。わかるよ。大成功だね。大成功だね。ファンにチヤホヤされんのが嫌なんだよね。わかるよ。いなくならないよ。みんなの心の中に俺いるからね。大丈夫だよ。目をつぶったら俺がいるから。ファンがアイテムくれてるじゃん。ファンがアイテムくれてるじゃん、さっきから。ね。でこもなんかいいの？コスプレの服いいの？でこも？全てを許すよ、許すっていうか、まあしょうがないもんね。ストレス溜まってるもんはみんな溜まってるわけだからね。しょうがない。なんか白沢さんのところにあの入ってるけど、いいなこれ。どっか行くの？OK、 OK 行ってくんだ。ストレス溜まってるんだよ。ストレス溜まってるんだよ、ストレス溜まってるんだよ、みんな。悪口言わないとやってらんないんだよ。だから俺が花火上がると悔しそうにするけどね。敵は心の中にいるんだよ。俺がいい思いしたりとか、俺が花火もらった瞬間に聞いちゃうんだから。みんな絶対花火投げるなよ。いや、ファンは投げてくれるよ。なんで248号が俺が
ね、花火もらいたくないだけでしょ。248号が俺がいい喜んでるところ見たくないだけでしょ。残念でした。僕のファンは花火投げ続けます。僕のファンは花火を投げ続けます。残念でした。これはもうしょうがない、ファンなんだもん。応援してるし、やめてほしくないんだから。いいよ、連投いいよ、全然、行っちゃいますか。じゃあ花火連投行っちゃいますか。いいよ、みんなのタイミングでいいよ、みんなのタイミングで。もうアンチグーの音も出なくなるから。アンチもグヌヌってなってコメントできなくなっちゃうから。タイミングは任せるから。アンチグヌヌってなるから、グヌヌってコメントピタって止まるよ。花火爆弾が、花火爆弾が炸裂したら、いつでもいいよ、いつでもいいよ、みんなのタイミングでいいよ、みんなのタイミングで。いつでも大丈夫だよ。そうだよ、行くときは一緒だよ、みんな行くときは一緒だよ。アーミーはね、コメントの横にあるプレゼントボックスのボタンを押すとアイテム投げれるよ、花火投げれるよ。いや、みんな投げてくれるから、ファンのみんなが一発ずつみんな投げてくれるから、もう花火止まんなくなる。ピカピカだよ、ピカ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 。花火大会スタート何時からですか？何時からとかないから、ファンの気持ちだから。アイテムはファンの、ファンがこれからとんでもないから、俺のこと好きな分だけ投げるから、俺のこと好きな分だけバンバン投げるから。
KP、 KP、 ファンのみんな KP。 酒うまいな。ワド監督のファンでしょ。ワド監督のファン。決めた。ここにいる全員地獄に落とす。決めた。決めた。今決めたわ。ここにいる全員地獄行き。無限ループだわ。地獄行き決定。悔い改めればいいよ。地獄で悔い改めよ。理由は神への冒涜だね。理由は神への冒涜。反逆罪だね。どうしたのワドさん、花火が飛ばない。花火が飛ばなかったから。びっくりし、びっくりし。心の目で見てるね、コメントは。
コメントは心の目で見てる。呪ってやる。悔い改めるがいい。そうだよね、バンバン上がるよね。大丈夫だよね、これからバンバン上がるよね。大逆転始まるよね。そんな気がしてきた、そんな気がしてきた。ファンタスティック上がりまくるんだよね、これから。そうだ、そんな気がする、そんな気がする。人たちが現れるはずだ。今世界各地に散らばっている人たちが今私のところに集う時が来るから。人が今集まってくるから。人が、大丈夫、見えた。花火を握りし人たちが集まってくる。
見えるぞ。見えてきた。あー飛んだわ。飛んだ。飛んだわ。あーすごい、ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう、匿名さん。ありがとう。ファンタスティック花火ありがとう。ありがとう。ありがとう。花火ありがとう。あ、久しぶり。ウィス、花火ありがとう。見えた。未来が。未来見えたわ。ファンタスティック2発目ありがとう。ありがとう。ありがとう。頭きた、引退する。引退枠やる。頭きた、引退する。頭きた、頭きた、頭きた。引退する。もうこの枠で終わり。お疲れ様、ありがとうね、今まで。お疲れ様、ありがとうね。ありがとうね。ありがとう。みんなも元気でね。ありがとう。ありがとうね。こちらこそ、ありがとう。ありがとうね。楽しかったよ。ありがとう。ありがとうね。ありがとうね。ありがとう。
花火始末は危なかった。未来が変わってしまうところだった。未来が変わってしまうところだった。危なかった危なかった。危うく道を踏み外すところだった。危なかった。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。何やっても花火上がらない。そんなことないから。花火は必ず上がるから。花火は必ず上がるから。救世主現れるんだよ。メシアが、メシア現れるから。君に決めたって言うから。そしたらメシアが花火バーンって上げて神よって言った瞬間、君に決めた言うって言うから。言う。君に決めた。今向かってるから、今俺の元に向かってるから、もうちょい待ってて、もうちょい待ってて。電波探してるから、ヒマラヤの奥地で電波探してるから。いつまでやるか分かんない。花火買ってくる。ありがとう。待ってるよ。線香花火と煙玉？何それ？何線香花火と煙玉みたいな。お疲れ。花火何発欲しいかな。え、何、欲望のまま本当のこと言っていいの？本当に欲しい花火言っていいの？この枠で欲しい花火、欲望のまま言っていいの？本当の欲しい数、本当に本当に言っていいの？本当に欲しい数6発。ちょっとテンション上がる。もう大満足だね。6発上がったらもうマジほんとテンション上がるね。6だね。ああもう欲望が出てきた。あと6発って書いとこ。あと6発だね。
ジで。いや6発あったらもう本当にキレッキレのトークだね。3000円あったら何でもできるわ。3000円あったら何でもできる。いやもうほんと6発だね。6発上がるわけねえよな。奇跡起こんねえかな。神様、神様お願い、6発神様お願いします。お願いします。6発息子よ、私だ。そなたの願い受け取った。待たれよ息子よ、しばし待たれよ。待ちます。お次、待て待て。待つか。近くに来たら1万ぐらいあげるよ。マジで行く？今から1万くれるってよ。小金持ちのリスナーさんが近くに来たら1万あげるって。マジで行こうかな。走って行こうかな、小金持ちのところ。会いに行こうかな。大阪の梅田に行く、大阪の梅田に行くのに1万以上かかるんだ。遠すぎるわ。ここ東京なんだけど片道1万以上かかるじゃん。マジかよ。甘いの食いてえな。し、あ、買いに行ってんですか今。あ、マジですか。やった。交通費ゼロって今から何？1万円もらいに大阪の梅田に行くの俺。歩いて。歩いていくの俺。125号さんに1万円もらいに。歩いて絶対もらうよ。どんなことがあってももらうよ。家でピンポンするよ本当に。おでこにピアス埋め込んだ。マジかよ。大阪の梅田か。食振り2万とかめちゃめちゃ美味しいんだけど。食振り2万とかめちゃめちゃありがたいよね。居候の方が偉そう。うるせえな。偉いとか偉くないとかもうくだらねえよほんと。バカだろ。高
かだか人間の癖して。
全くない自覚よいしょ。ん？神奈月？何？お母さん B 型の人が好きでしょ。いや、わかんない、知らん。それはわからん。ファンいないのかな？ファンいないのかな？一人しかいないのかな？やめとくよ、今日。もう終わりにする？ファン他のところ行ってるみたいだから。やめとく？アンチの集会場みたいになってるもんね。アンチの溜まり場になっちゃってるから。今日出直してくるか。部が悪いな、ちょっと。部が悪すぎるな。アンチの晩餐会みたいになってるからな。諦めろ、まだ早い。じゃあバニラさん投げてよ、一発。バニラさんが一発投げてよ、男気花火を。ダメ？バニラさん流れ変えて。バニラさん部が悪いのいつものこと。確かにいつも劣勢だからな。バーンザブリッジビハインドユー。そう、排水の陣。ファンじゃないの？何しに来たんだよ、帰れよ。お前何しに来たんだよ、バニラ。帰れ。他行け。ゲームやってろ。ファンじゃなかったのかよ。あ、鉄馬来た。鉄馬投げろ。鉄馬。鉄馬来い。男気花火来い、鉄馬。オツじゃねえよ。撤退早すぎるだろ。見切り早すぎるわ。どうした鉄馬。目先の金ほど重要なものないでしょう。目先の金が全てでしょう。来いよ、もっと来いよ。グイグイ花火師、グイグイ来いよ。ひどい言い方。どんな言い方がいいのじゃ。どんな言い方でも投げねえじゃん。どんな言い方がいいんだよじゃ。敵しかいねえな。敵ばっかりだな今日は。多勢に無勢だぞ。おい、花火師さんたち家出したの？君を泣かせたあいつの。あ、もう頭きた。シルバー削ってやる。シルバー削ろう。正体を僕は知ってた。孤独な人につけ込むようなことは。ふふふふふ。君を泣かせたあいつの正体を僕は。はじめまして。花火はね、プレゼントボタンを押して花火を選択すると投げられます。孤独な人につけ込むようなことは。ふん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 。君をな。ありがとう、ありがとう、ユンタ。待ってたよ。君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。孤独な人につけ込むような。いいえ。風船ありがとう、風船ありがとう。ここにいるよ。風船ありがとう。数合わせ飲み行くの？超羨ましい。パーリーピーポーじゃん。パーリーピーポー、なんで作戦って。なんで。わあ、バニラー、バニラー、バニラー。ファンでもない僕がせっかく投げたんだから、あとはファンの人に頼みますね。バニラー超かっこいいじゃん。バニラー好きになったわ。神のご加護がありますように。
バニラさんに神の祝福を与える。アイス花火ありがとう。プレゼントボタンから花火のところに行ったんですけど送れないんですけど、買った？311号さんもう買ったの？え、プレゼントボタンから花火のところ行ったのに殴れない、なんだろう。やったバニラ男気かっけえマジで。いやバニラ、やバニラ超いいやつありがとう、超いいやつバニラ好きになったわ。あーこれ流れ来てるわ、バニラが作った流れ来てるわこれ。ほらアンチコメント止まったもん、バニラさんがアンチコメント止めたもん今、時間止めたね。ザワールドだね、ザワールド。空気壊すのが好き、超かっこいいね、超かっこいいバニラさん、ナイスーナイスー。時給800円、今1500円の2時間半だから、そうだな800円いってねえな、時給800円いってない、時給3000円ぐらいになってみてえけどな、止まんないっしょ。そうだね、流れ来てるね。 Be my baby, be my baby, be my baby。 あ、9時から七原くんなんだ、あと3分、あと7分だね。 Be my baby, be my baby。 やべえな、あとここで終わるよ。ほらやばくない、もう掘り終わるよここで、やば、完成するぜ、完成、完成するよもう少しで、やばこれちょっと待って、これあと3日ぐらいで終わるじゃん、え、あと3日ぐらいで終わるじゃん、よくよく考えたら。俺の配信が面白かったこと1回でもあんのかよ、1回でもあんのかよ、俺の配信が面白かったことないでしょ。神様おもんないとか言うなよ、面白さ求めてんじゃねえよ神聖な枠で。お前じゃあお寺とか神社とか行って面白かったことあんのかよ、バカだろ本当。何求めてんのよ、神枠だよ神枠、もっと神聖さを感じて、神聖な空気を感じて、勘ぐりすぎ、勘ぐりすぎ。いやバニラさんの花火でアンチコメント止まったから、一瞬だけアンチコメント止まったから、アンチが聞いてるんだよ。まわたで首絞めてるかっこいい延命治療だからね、7年間延命治療、延命治療500円で繋いできた命だからねみんなで500円投げながら繋ぎ止めてきた命だから。ファンの方が続いてくれないと意味ないんですよね、頼みますよファンの方、ちゃんと後に続いて投げてくださいよ。本当だよね、どうしたワドリス、どうした、俺くれくれ言ってないから、くれくれ言ってないから、動物の低級霊に取り憑かれてんだ、どういうこと引退しろ
文句あんなら電話くれ。近藤組長いいよ、文句ないよ。チーン、なんか温めてるな。あれもしかしてこれ友吉チャンス、矢沢友吉チャンス来た。友吉さんもしかして花火投げてくれんじゃないの。これロックオンするよ。友吉さん一発だけいただいてもいいですか。友吉さん一発だけいいですか。一発だけもうちょっと男気見せてもらってもいいですか。いやいやかっこよく見えてきたっつったの。友吉さんバニラさんの意思継いでもらってもいいですか。ちょっとなんだようわーマジここで初見ですなのマジで。うわー友吉さん花火この写真5万、この写真5万円。ちょっとリーフさん、リーフさんも頼むよ。未来の、いや俺未来ないのバニラさん、軽くディスんのやめてくんない。ちょっと未来のある配信者って誰。マジマジかよ。ちょっとリーフさんも続いてよ。これ5万、これ5万、これ5万円。この作品はもう一個あるよ、在庫もう一個あるよ。これ額入れ替えてもいいよ、こっち側に。これね、これもあるから今2点あるからこっち側に入れ替えた方がいいよ、うん、猫場ちゃんのファンの人は。こっちの猫間のセクシー水着、セクシー水着の方か選べるから今、今なら選べるから。ワドの写真マジでかっこいいと思う。ありがとう、ありがとう、サンキューベイベー。身の程知らずってなんだよ、なんだよ。誰が買うんだよ、俺のファンが買うんだよ、俺のファンが。何がいけないんだよ、何がいけないんだよ。いいじゃん別に、何がいけないんだよ。いや5万って写真でこのサイズで5万って別に普通だからね。別にそんな高くねえから普通だから。個展とか行ったことねえだろ、普通だよな、普通だよな。これで5万、別に美術のアートの世界だったら普通だから、何にもおかしくないよ別に。何がおかしいんだよそんなに。全然ザラ、全然ザラにあるよね、えこんなバキバキのかっこいい写真、うん、普通に悪くないでしょ。写真も売れ行き好調だよ、うん、ねえ猫間の印象悪くなるんだ。金梅さんともパコってるじゃん、いいでしょ。みんな好きな人とセックスして何が悪いんだよ、何が悪いんだよ好きな人とセックスして。次はね風景写真、これこれかっこいい、販売してるよ。いや今瞑想する気分だよ、お酒ガンガン飲んじゃってるから、うん、無理するとかね。おお何何、お酒買ってきてくれたの。違うコーラ。あーありがとう。何それ。カントリーマム、焦げたカントリーマムカントリーマム焼くと美味しいって言ってたけど真っ黒じゃんねこまちゃん真っ黒じゃないですかね、駒さん。カントリーマーム焼くと美味しい。熱い熱い熱い。真っ黒じゃん。焦げの塊じゃないですか。ありがとうね、駒。優しいな。熱い熱い。火力が強すぎるでしょ、いくらなんでも。
あ、うまい。うまい。優しいけど雑っていうのが可愛いよね。いい彼女だ。焦げの味しかしねえ。おお、みゆきちゃん。まずい。うまい。ビターだね。カントリーマーム焼いてくれた。猫間の愛、うまい。食3万払ってる。食事は3万。あー、焼くとうまいな。焦げ。逃げ。イソーローダメなの？ダメイソーロー。イソーローでござソーロー。うまいや。中真っ黒や。真っ黒。貧乏になっちゃったんだもん。しょうがないじゃん。貧乏になっちゃったんだもん。俺だってタワーマンション住みたいよ。しょうがないでしょ。いや、花火投げてくれる人いい人ばっかりだよ。普通に社会的に成功してる人ばっかりだよ。心と金銭面にお金両方余裕のある人、いい人に決まってんじゃん。うまい。アイバーとついにたくみさんマネージャーやってくれてるよ。タクミマネージャー、アントニーマムって焼くとこうなるんだ。いや、今でも諦めてないから。エビアンじゃなくてボルビックな、そこら辺忘れてねえから。ボルビックブロだろ。ボルビックの水でお風呂沸かせるから、毎晩。猫間の家には生活費入れてるの？漫画になってるって。猫間のツイッターで漫画になってるって。生活費のことは猫間の漫画読んだよ。猫間のツイッターに書いてあるから。なんでさ、人の家の生活費とか気になるの？それがよくわかんないんだけど、何がそんなにさ、生活費入れてるのとか、いくら入れてんのかとさ。漫画になってるっつってんじゃん。ほら、
猫漫画読んだよ、猫漫画。あった猫間のツイッターに漫画になってるから、うん、ほら、あった光熱費、食費書いてあるでしょ、うん、以上が猫間家の生活費の使いだ、これでもわからんやつはもう知らんって言ってるでしょ。わかった読んどいて、うん、もう説明するのだるいから、うん、猫漫画読んで、猫漫画、いや払ってるよ、ちゃんと払ってるよ。なんで払ってるか払ってないかなんかお前らに関係ねえだろうがよ。なんでそんないちいちお前らに報告しないといけないんだよ、バカすぎるだろ。ほっとけよそんなもん、人の家の生活費とか。なんでそんな家庭の事情とか話さないといけないんだよ、意味がわかんねえだろ。関係ねえだろバカ野郎。あー花火さんいらっしゃい、公式の花火ください、あと5発欲しいんですください。もうただの花火師さんしか頼る人がいないんですけど、どうですか花火いただけますか、気前よく、何の関係もないですけど、何のお付き合いもないですけど、どうすか花火師が今いなくて大変なんです、頼みます、頼まい、花火頼まい、花火飛ばなくて金がないっていうから、全体的にどうなってるのか考えるのが全部サラス系の配信者、何言ってるかわからん、いや普通に金ないっつってんじゃん、だから花火もらって生活してんだから、どう考えても花火しかないでしょ。配信が面白ければいいっていうのは正解だよね。家賃がどうとか家計がどうとかどうでもいいよね、配信が面白かったら正義だよね。ただの花火師さんよく花火飛ばしてんな、マジか、頼まい、つまんねえから花火が飛ばない。どうお前が思う面白い配信って誰だよ、どの配信だよ、どの配信だよ、見せてみろよ。だから払ってるっつってんだろうがよ、払ってるよ、嘘、よっさんにめちゃくちゃ見ついてる人なの、この花火師さん、藤沢奈々さんとかに、うん、名前に花火師がついてる人からも花火飛ばないとかもうお先真っ暗。そうだな、グーの音も出ねえわバニラさん、本当だわ、花火師名乗ってる人から花火もらえなくなってんだもんな、限界だよな、確かにな、頑張ってるんだよ、必死に生きてるから、必死に、つまんなくても花火上がる、囲いは内容なんて関係ない、めちゃめちゃ名言だな、めちゃめちゃかっこいいこと言うな、なんか内容なんて関係ねえからって、好きだったら投げっからみたいな、めちゃめちゃかっけえな、名言だな、毎日稼ぐんだよ、毎回稼ぐんだよ、昼間は昼間だよ、夜は夜だよ、うん、あ、やれそうかどうか大事だよね、やれるかやれないか分かるわ、うん、女の子やれそうな子って花火飛んでるもんね、分かる、すぐやれそうな女の子は花火飛ぶ、分かる、ただのホストクラブとかキャバクラみたいになってきたな、だんだんな、浮気しな、嫌な世界だ。猫間の体ってどんな感じ？こんな感じ、
感じ。月にいくら目標？30万以上稼ぎたいね。30万以上稼ぎたい。いや俺昔から一途だよ。昔から一途だよ俺、うん、昔から、うん、いや映画は諦めてないって。全然諦めてないよ。めちゃめちゃ頑張ってるよ。俺は30万あれば全然生活できるのよ。俺はとりあえず30コンスタントに稼ぎたいね。和道と遊ぼうってやつまだいいの？たまになんか遊びの連絡は来るけど。はい和道つ。いいっす。ちょっと待ってね、コマ。待って。ちょっと待って。ね、コマ、これつけて。提供できる時間って何？佐野以下に見えてきた。あと6年で40歳か俺。うわあと6年で40か。マジか。あマジか。今のコメント2フラム。はいはい、いらっしゃい。17いいね、よろしく。40か、人当たりいいか俺。そうか、人当たりいいか。いやいやいや、6年ってあっという間だよ。6年って意外と早いよね。30超えての6年ってあっという間だよね。やってたよ、やってたよ。人当たりいいかな。マニアさん、マヤさん、やめてくんない？そういうの。ダンカンをリスペクトする寂しの放送ですか。ダンカンさんはいい人だったよ。ダンカンさんめっちゃいい人だった。うるせえなー。
なんでアンチがかわいそうになるの、なんでアンチがかわいそうになってきた、どうした、述べたまえ。気候ではないか。配信者の価値って何？配信者の価値って何ですか？何ですか？お前らリスナーなのに配信論大好きだよな。自由に楽しくやろうよ。配信しか人生ないわけじゃないぞ。ああ、悪口言って満足してんのね。ある北郷がお前の脇がひどかったって言ってた。どこで言ってたの、意味が分かんない。どこで言ってたの、北郷さんいい人だよ。そんなこと言わない。ああ、リスナーの暇を潰すのは、まあ仕事だからな。ある意味配信者の役割だな。ああ、ラジオね。でもさ、ラジオ系を求めてるリスナーさんって花火投げなくない？わかんないけど、ロムセンさんってそんな花火投げないイメージなんだけど。普通に言ってた？最低。普通に言ってた？そうなんだ。傷つくわ。はい、こんばんは。普通に言うってどういうことだよ。ひどかったって、言っていいことと悪いことがあるでしょう。ふわっち1本で配信してるんですか。俺っていうか17のオープニングスタ、あれでオープニングでスカウト来たよ。俺は YouTube ライブとツイキャストとかいろいろやってるかも。文字は Twitter やってていろいろやってるよ。なんで17、俺本社にいて社長さんと会ってスカウトされたよ。あのまだセブンティーンっていうサイトだった頃、オープニングの半年前ぐらい、プレオープンの時に誘われた。オープニング200人のうちに入ってたんだよ。タバコダメだからやめた。時給良かったんだけどね。2年前くらいだよね。もっと前かな。ステゴロの後ぐらいだから、ステゴロ1の後ぐらいなの。2年ぐらい前か、時給マックス4,000円、1時間4,000円くれるって。やばいよ。よくよく考えたらやっときゃよかったわ。その頃ふわっちで結構稼いでたから引き抜かれたんだけど、時給4000円プラス歩合だったら今頃ウハウハだったよな。のりゆきさん1万だったんだ。すごいね。さすがだわ。いや、花火ありがたいっすね。花火めちゃめちゃ欲しいっすね。お願いします。いいの？89号さんくれんの？お前でもさっき投げなかったやつじゃないの？2回目の下り寒いよ。さっき投げなかったやつが100発投げるっつって、絶対嘘でしょ。さっき投げないって言ってたじゃん。さっき投げるって言ってたやつじゃん。89号、俺覚えてるから。341号さん、わたつ
忙しいよ配信者は。まだ来ないね、爆投げ。心折れそうだよ。こんばんは。まあ今もね、配信画面外で吸ってるからそういうことだよね。もうでも契約切れちゃったもん、あれ1年間の契約だったから。俺別に頭いいと思ってないよ。自分が頭いいと思ったこと一回もないけど。どうした？台湾から一覧で配信してんだ。あ、いや台湾すごいじゃん。え、日本人の女の子なの？台湾本場じゃん。すごいね。俺台湾今度行くよ。台湾今度行く。初めて行くんだよ。台湾の子なんだ。台湾人ってこと？日本語ができる。それとも日本人だけど台湾に行ってるってこと？うん、ねえ、八州急行さんここで投げたらめちゃめちゃかっこいいのにね。わかんない。もう、そうだね。マジで？マジか。マジか。あ、そっか。パスポートも身分証になるのか。生活音？うん。猫間ちゃんの絵かわいいでしょ。猫間のイラストこんな感じだよ。うん、小さいな。猫間のイラスト。猫間のイラスト。そうなんだ。絵になった和田さん、かわいい。かわいい。猫間が描いてくれた。似てる？似てる？これ猫間。パスポートない俺。似てる？ありがとう。僕はずっと日本、ずっと日本だね。台湾行ってみてえな。羽つかんで早く行こう。台湾行ってみたいんだよね。脇がの手術をしろ。
台湾そんな安いんだ。また日本に来る、うん、日本好き、うん、会いにおいで。台湾女の子可愛いしね。台湾はマジで美人だよね。台湾の女の子の可愛さ異常だよ。女性なのかな、どっちなんだろう。え、分かる人いる？これって男性なのかな、女性なのかな。骨格で分かるもんなの？身長的には160センチないぐらいだから、多分猫間と同じぐらいだから。あ、でも骨盤があれか、小さいから男性かな。どうなんだろう。わ、これ多分女性、あ、え、男性だよねこれ。分かる？誰か。骨盤なんか男性っぽいよね、骨盤的にね。もっとだって産道広くないと子供産めないでしょこれ。 ここの穴が広くないと。こここれ男性だよな。なんでそうなの。骨盤この大きさで子供産める？もう少しでかくない？だよね、うん、でもただ骨格が小さいだけなのか、それとも。じゃあか、うん、開いてないから多分そうだよね。男性だよねこれね。男性だよね。産道は広がるんだ。変わらないんだ骨レベルだと。知らなかった。そうなんだ。ああいいよいいよ。ああ全然やるよ。ツイッターに DM、 ツイッターやってる？ DM ちょうだい。ああできるよできるよ。もう写真やってる、フォトグラフやってるから、こういう写真撮ってるから。モデルやってるなら撮らせてよ。全然いいよ。写真やってんだよね。コラボしようよ写真で。そうなんだ。 DM ちょうだい。やろうやろう、うん、かわいい。ありがとう。猫間ロング似合うよね。これね、ショートカットの女性がタイプなんだけど、猫間に限ってはロングが好きなんだよね。髪の毛長いのでね、好きになった人初めてだね。ツイッターから DM 了解。待ってるね。うん。俺のツイッターに連絡ちょうだい。謄本って見たことないからわかんない。戸籍謄本ってみんな見たことある？
戸籍謄本見たことあるみんな。ある。ああわかんない。台南だったかな。うん、まだねそこまで決めてない。台湾のどこに行くかあるの？俺見たことないよ。あ、パスポート作るとき必要なんだ。え、何が書いてあんの戸籍謄本って。あ、必要なんだ婚姻届出すときに。戸籍謄本で何が書いてあんの？何が書いてあんの？両親のこととか書いてあるの。本籍地はだって住民票に書いてあるから知ってるよ俺。誰の戸籍に入ってるかか。俺誰の戸籍に入ってるの。親父かな。全然わかんないね。本籍はわかってる。本籍はなんか行ったことない場所が書いてあるね。ああそうなんだ、親が違うって気づいたりするんだ。拾われたとか書いてあるの。3歳の時に拾われるとか書いてあるの。2歳の時より目とか書いてあるの。養子縁組とかだったら書いてるんだ。すげえな。へえ。親の記入ないんだ。養子縁組。あ、本籍が皇居は結構聞いたことある。あれ日本国内だったらどこでもいいんでしょ。日本国内だったらどこにでも置けるんでしょう本籍って。合ってる。本籍って一体何なんだろうね。海外はダメなんだよね。戸籍なんか見ないでしょ。戸籍とか見ないもんな。マイナンバーカード持ってない。って言われたもん。気合が神を飲みに誘う飲み代だけで来ていただけるんですか。絶対行かねえわ。知らない人となんで俺飲まないといけないの。絶対行かねえわ、なんで知らない人と飲まないといけないの。絶対やだわ。やだよそんなん。リスナーでそんなこと言う人初めて見たわ。小遣い渡すのが普通だろどう考えても。芸能人だぞ。ごめん言い過ぎたわ。まあ 1,2 万包んでくれるんだったら行くけど、1万5000円で行くな。1万だったらちょっと文句言うね。1万5000円から5万円
ぐらい、マックス10万もらったことあるね。飲みに行くから10万やるから飲み行こうよって言われたよ。さすがになんか3000円とか渡されてもなんか悲壮感、逆になんか申し訳ないってなるから、2000円とか3000円とか渡すぐらいだったら誘わないでっていう感じだ。で1万5000円渡すんだったら飲み行くよ、うん、飲み行く。いや1万5000円から3万円渡すんだったら飲み行くよ全然。まあ、効率悪いよね。もう全然付き合うよ。ただなんか酒飲んで知らない人となんか接待しろとか言われても別に話すことないし、知らないよ、ないもんはないで、ないもんはないんだよ。いやいるよ全然。っていうか普通リスナーさんが出してくれるし小遣いくれるよ普通。当たり前じゃん。配信者がなんでタダ酒で行くと思う？他の配信者が行くと思うじゃん。行くわけねえじゃん。小遣い包むのが当たり前だろ、配信者連れてくんだから。普通だよ、当たり前だよ。むしろ俺金出されなかったことないよ飲み行って。普通包むだろ。だってみんなだって包むでしょ。配信者と飲んだことある人手を挙げて。包むよね。出すのなんか当たり前だよね。食費交通費出して包むでしょ、お小遣い。当たり前だよね。じゃあなんか10人20人とかじゃなくて、ある程度有名な人だよ。ある程度キャリア長くて有名な配信者誘うと小遣い渡すでしょ。俺が言ってること普通だぜ。まあだからまあなんだろう、まあそこ分かるじゃん、そうニュアンスは。ふわっちでまあ上から1段2段3段ぐらいの、まあみんなが知ってる生主のことよ。そんななんかなんだか分かんないどかその話なんかしてないよ。そんな配信者じゃないんだから。一応だからみんなが知ってるレベルの配信者を誘うときよ。そりゃ包むだろう、いくらなんでも。じゃあ一般論としてだよ、一般論として配信者のみ行こうよって出すのなんか当たり前で、小遣い包むでしょっていう話をしてんだよ俺は。包まなかったら相手に失礼じゃん、そう思わない？なんでタダで飲みに行くんだよ、そんな聞いたことないよ。だ一般論だよ、一般論。じゃあ俺はどうかとかじゃなくて、普通に飲みに行けませんかって誘って、有名人を誘ったら包むのが当たり前でしょ、礼儀でしょって。初見さんいらっしゃい。そんなの当たり前じゃん。じゃあ誘うなよって話でしょ。有名人なんだよ、有名人なんだよ。誘ったら払うでしょ。逆に俺言うもん、えって払わないで誘ったのって言うよ。バカなの、5000円なんかいらねえよ。30分だよ5000円なんか。キャバクラ行け、ガールズバーで飲んでろ。金額に対する対価じゃなくて、俺に会って時間を割いてるんだから当たり前でしょ。おい、ガガさんこんばんは、お疲れ。10万はないよ。ただ1万5000円ぐらいさ、3時間とか飲んだら3時間はかかるわけじゃん。
で3時間で1万5000円ぐらい包むでしょ普通に。今日ありがとねってじゃなきゃ誘うなっていう話でしょ。こんな当たり前の話だよ。会ったこともなくてファンだから会いたいって、一緒にお酒飲みたいって、接待するから来てくれないって、お話プライベートで時間割いてくれないっていうわけなんだから、200人相手に喋ってスピーチしてるわけなんだから、それをプライベートレッスンだよ、ね、プライベートレッスンをリッスンするんだよ。それでお前金払わないってどういうことだよ、バカでしょ。あるよ、みんな払ってくれてんだから、あるよ。俺は三又さんとは仕事で絡んでるの、うん、バカだな。そうだよ、プライベートリッスンをレッスンじゃない、プライベートレッスンをリッスンするわけだから、うん、こんな当たり前でしょ、バカくそ。何を言ってんだよ、いや俺もらってるから、俺はもらってるから断るもん、そんなおごるから来てよって、バカなのって言って、行くわけないでしょってはっきり言うもん、こうやって行くわけないじゃん、そんないくら払うのって、あそれだったら行くよって言ってんの、そんな当たり前じゃん、全然全然、だからいくらだったら行くよって普通に言うよ。もらうのなんか当たり前じゃん、当たり前じゃん、うん、バカだろ本当に。俺和道だよ、うん、俺和道だよ、街歩いてたら声かけられるんだよ、和道さんですよねサインくださいって。バカか、全然ありがたくないよ、全然ありがたくないよ。なんで個人コンサルするのにさ30分5000円が相場、30分5000円が相場、覚えといて。俺を誘うんだったら最低でも飲みだったら30分3000円が相場。 OK 分かった、全然誘わなくていいよ、全然。そんなワタミとか飲んでるやつらだろ、行かねえよバカ。ぼったくりじゃないよ全然。配信者同士のコラボはやっぱお願いした方がギャラ払うんかいな。まあまあそれが普通かな。だってある程度有名な配信者はなんつうの、閲覧持ってるわけじゃん。でぶっちゃけた話売名しちゃいわけじゃん、思い出を作りたいわけじゃん。だからまあいくら花火何発とか銀行振り込みするから、まあちょっと30分コラボしてくださいとか1時間コラボしてくれないですかっていうのがまあ普通だね。俺は別に困ってないもん、ファンからアイテムもらって生活してるから、ファンがいるからね、うん、ありがとうミミさん、ありがとう。そりゃそうでしょ、だってその僕のリスナーにアプローチをかけたいわけだから、うん、でこんばんは、なんか隣の部屋にいるけど、うん、わかんない、何やってるか、戸が閉まってるから。なんだい、なんか猫ちゃんはだってビリーさんが呼んだい、呼んだかっつって。でじゃあさ、猫もさ飯代酒代おごるから一緒に飲もうよって知らない人に言われて行く、絶対行かないよね。えそれはどういう目的で。いやだから分かんない、どういう飲もうよって、オフで配信外でしょ、配信外で、今この状況で、うん、男の人いや行かないから、行かないでしょ、バカだよね、うん、でいや1万5000円ぐらい払うなら3時間ぐらい付き合ってあげてもいいよと、当たり前の感覚だよね。ああ、そう思わない、まあ、友達じゃないから、ね、友達じゃないんだよ、うんうん、ないってどういう意味、いや1万5000円で飲み代あちら持ちだったら行くよ、行かないっしょ、いや、まあ、分かんないけどお母さんいくら飲んだって、まあ、3万だね。いや、普通3、いや、普通でもアフターとか誘ってキャバクラとかでも何でもガールズバーでも普通にそれくらい渡すぞ、
つの世間一般の常識だよ普通に。それで付き合いしてくださいって話じゃん。せめて付き合いできるわけないじゃんと思うけどな。だから俺仕事でやってんだわ配信、遊びじゃねえんだよ、仕事でやってんだよこっちは。なんかその例えば仕事の話をくれるとか、ああもう絶対行かない方がいい、全部嘘だから。あ、そうなんだ。飲みたいだけ、全部嘘。もうだって俺何回も言ってるけど全然仕事まとまってこないじゃん、だからもう金持ってこいって話してるのよ。全部嘘だよあいつら、まとまってない企画書もダメなんだから。ダメダメダメ、もう言ったらわかるよ、全然まとまらないから。そんなもんよ、ビジネスだから。ビジネス、多分うちの子3万でもいかないわ、そういうと。あ、じゃあ猫もじゃないですよ、僕ですよ。最低1万5千円積むなら一軒だけ店付き合ってもいいっすよみたいな。それでもお前飲み代出すから来てくれるってバカじゃないのお前、本当に。行くわけねえだろ。いや、そこまで暇人じゃないから、ね、暇じゃねえわ、忙しいんだよ本当ね。何言ってんの、 何上から目線でさ。いやもう本当バカみたいな、だから、いやだからもうクソみてえな。お前40、50でおっさんになってよ、そんなこと言って恥ずかしくねえのかよお前。だからうだつ上がんねえんだよ、しょうもねえ。え、そうなの？
ダメにさ、私が、ね、僕もダメにするとかってさ、言われてさ、とかって思ったんだよ。僕もダメにする。ダメな夫が。酒持ってきたわ。はい、みんな KP、 KP。 花火飛んでるでしょ。ファンがザンザン投げてくれてるよ。俺のファンが、それはどつ、それ花火師待ってんの、花火師を待ってる枠、うん、何が突き上がらせたんだよ。意味が分かんないんだけど、何も突き上がってねえわ。ストレス溜まってんな。飲めよ。ストレス溜まってんなおい。やることなすこと薄っぺらいですね。いいんじゃん。お前は分厚い生き方してんの。どんな分厚い生き方してんのか教えてくんない。どれだけ分厚い生き方してんの。
どれだけ分厚い生き方してんの教えてよ。お前見てたらストレス溜まるわ。見なきゃいいじゃん。見なきゃいいじゃん。な、何しに来たの。見なきゃいいじゃん。俺お酒嫌いだったね、前は。花火大会会場ですね、ここは。花火待ってますよ、皆さんの。皆さんのファンタスティック待ってますから。何が何もかも中途半端。具体的に言って。具体的に。謝礼は礼儀でしょ、当たり前でしょ、うん、何絶対投げるなって。投げたい人が投げていいでしょ。なんだ絶対投げるな。営業妨害にも程あるだろう、うん、あね、アンチが嫉妬してるんだよ俺が花火もらって、うん、俺が囲われてんのが嫌なんだよ。女の子にモテてね、お金もらってチヤホヤされてね、芸能人と飯食って嫌で嫌でしょうがないんだよ。自分の人生が惨めになるから。街中歩いてたら声かけられて。花火全然いいじゃんね、ファンからもらって。何がいけないんだよ。アート活動やってね、自分の人生の情報をシェアして何が悪いの。何が悪いんだよ。具体的に言ってくれよ。大丈夫、これからもうバンバン花火来るから。バンバン来るから花火が。ああそんなにブサイク俺。ん？ブサイク？どうした？いや別にブサイクじゃないと思う。ねえ、竹の内豊かだよね。それはない。え？あ、そうね、ブサイクじゃないけどハゲてるね。うん、それはある。それはある。ハゲてでもモテるんだからいいじゃん。モテんの？うん、モテるでしょ。モテるでしょ。モテない？どこら辺が？どこら辺が？170人のファンが今見てるんで。好きだから見てるとは限らないよ。知らないそんな。普通に、うん、でそのネタなしにモテんの、うん、モテるでしょ。そうなの。俺モテないと思ってんの。いや、まずな話。ああ。ああっていうか、モテないと思ってんの。ああ。ああじゃ分かんないよ。あ、モテるでしょ。え、どこら辺、どういうやつ、え、どこら辺の。いや、俺はね、ファンから花火、何？俺はね、ファンから花火もらって生きてるわけよ、そもそもが、うん、いや、神だよ、うん、はい、こんばんは。ほら、今日もかっこいいですね。嘘でしょ。嘘じゃないよ、本当だよ。どこら辺が？もう知らない、それは聞いて、本人に。え、どこら辺がかっこいい？人気商売だからね。嘘なんかついてないよ、何にも。何を嘘なんかついてないやん。何を嘘つく必要がある。20発も飛んでねえわ。
アクセサリー気持ち悪くないよ。もうすぐ完成すんだよ。あと3日ぐらいで完成すんだよ。あと3日でコツ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 やってきて、2年間もしこしこ掘ってやっと完成すんだよ俺の作品が。長かったなここまで来んの。大変だったな。もうちょっとで完成だよ。めっちゃ大変だったここまで来んの。指輪はい、指輪はい、スピードじゃないから、あとはスピードは二流の二流が言ってることだから。完成品の作品の精度で語ろうね。アート志してるんだな。スピード勝負、スピードで勝負してるやつは二流、いい作品作れない証拠。本物アーティストは時間をかけるから。やってるよ。シルバーアクセサリー夢を叶えるんだよ俺は。頑張ったなここまで来んの。めちゃめちゃ大変だったわ。お疲れ。うるせえなあ、ガチャ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 。しょうもない。あったも来た。もうやばかった。あったも来た。引退する。あったも来た。
引退します。さよなら。引退します。あったもきたわ。